サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシー S2SC-02C ドコモスマートフォンギャラクシー S2SC-02C 後のドコモネクストシリーズギャラクシー S2SC-02C は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第三世代移動通信システム端末であるドコモスマートフォンの一つとして発売され2011年冬 モデル発表以降はドコモネクストシリーズに分類されている。製品番号は SGHN033。2010年10月に発売された Galaxy S の後継機種。Galaxy S に比べ大幅にスペックアップされたグローバルモデル Galaxy S2 の日本向けモデル。CPU には Galaxy S よりもクロックアップされたサムスン独自のデュアルコア CPU。 エキシノス4デュアルを搭載しており、デュアルコアを搭載したスマートフォンとしては国内初の機種となる。また、当初は 1.0GHz と発表されていたクロック周波数は発売時には1、2GHz へと改められた。OS は Android 2.3、三を搭載したことで従来に比べ大幅な動作速度の向上が図られている。画面サイズが約4.3インチと、 ギャラクシー S よりもさらに大型化し、バッテリーも 1650mAh と、ギャラクシー S よりも1割ほど大容量化している。本体の厚さは 8.9mm、重さも 120g と、スリムなボディを実現している。グローバルモデルではマットな背面部の塗装には、国内モデルでは光沢感のある塗装が採用された。ディスプレイには、サムスン独自の UQL ディスプレイ、 スーパーアモレットプラスを採用し、ギャラクシー S に比べ実質2倍の解像度となるため、鮮明な画像を表示することができるほか、従来のスーパーアモレットと比べさらなる輝度の向上や消費電力の低減を実現した。ディスプレイ表面には耐久性に優れ、傷がつきにくい、コーニング射精、ゴリラガラスを採用する。グローバルモデルと異なり、ワンセグが搭載されており、 録画予約にも対応する。G ガイド番組表アプリから視聴、録画の予約が可能なほか、持ち出し機能に対応したパソコンなどで録画した地デジ番組をマイクロ SDHC カードで持ち出して、外出先で視聴することも可能となっている。センサーとして、AGPS、G センサー、デジタルコンパス、光センサー、接近センサー、Wi-Fi ダイレクトなどが搭載されている。 グローバルモデルに搭載されている NFC は搭載されていない。通常の Android UI の他にドコモが開発した Android 用の UI であるドコモパレット UI が搭載されている。この UI を利用することでたくさんダウンロードしたアプリなどをカテゴリごとに整理することが可能となり、目的のアプリを簡単に、またパレットは自分好みの色にすることができるほか、 よく使うアプリを自動的に最上段に表示させることができる。また、ドコモ2011年夏モデルのスマートフォンの特徴でもある i モード搭載携帯電話機能の i チャンネルやビトブ、メロディコール、ドコモ地図ナビといった機能が利用可能となっている。通信機能としては HSDPA14Mbps に対応し高速な 3G 通信に対応しているほか Wi-Fi は IEE802.11A, B, G, N に対応し、最大 150Mbps の通信が利用可能となる。また Wi-Fi テザリング機能にも対応したことで、本機を 14Mbps 対応のモバイル Wi-Fi ルーターとすることが可能である。フル HD 動画の撮影、再生に対応。 マイクロ USB 端子から HDMI へ出力する別売の HDMI 変換ケーブル SC01 または各メーカーから出ている MHL 変換アダプターを使うことにより Galaxy S2 で録画した映像を対応のテレビに出力させることができる。2012年3月26日、ドコモから Android 4.0へのバージョンアップが発表され7月3日から開始された。 開始直後に不具合が発覚し、翌4日に提供が一時停止、8月7日から提供が再開されていた。2010年投資モデル2011年夏秋、モデルで Android 4.0へバージョンアップされた機種は本機のみである。ブラウザは Google Chrome Lite ベースのものが搭載され、Android OS 2.3の特徴でもある、フラッシュプレイヤー10.2がアドオンされている。 また、JavaScript もサポートされている。これにより、パソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、ブラウザで YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できるたフラッシュゲームなども動作する。ドコモから純正オプションとして、バッテリー内蔵ジャケットが発売されている。容量は 1300mAh。サムスン回数と言われる、 PC 連携ソフトをパソコンにインストールすることで、連絡先、カレンダーの編集、保存、アウトルックとの同期、さらに、メールやメモ、画像、動画、音楽などの管理、編集が可能となる。また OS のバージョンアップを行う際などにも、利用することとなる。対応プロファイル HSP、HFP、OPP、A2DP。 AVRCP, SPP, HID, p b a p SAP 受信時 ,14Mbps, 送信時 ,5.7Mbps, ハットキーパーソンインタビュー冬モデル LTE, 周波数オークションドコモ山田社長に聞く携帯ウォッチ2011年7月8日ドコモスマートフォンギャラクシー S2SC-02C, メリアス WP? N-06C に新色を追加2011年8月11日 NTT ドコモ報道発表資料 Galaxy S2SC-02C の製品アップデート情報をお客様サポート NTT ドコモドコモからのお知らせドコモネクストシリーズ Galaxy S2SC-02C Android 4.0 OS バージョンアップ一時中断の お知らせお知らせ NTT ドコモドコモからのお知らせ、ドコモネクストシリーズ Galaxy s 2 s c a ありがとうございます。